皆さんこんにちは、のりです。今日も、オーストラリアグランプリ土曜日のレポートをお届けしたいなと思います。昨日はこの音声をホテルで撮っていたんですけれども、今はメディアセンターの前といいますか、テラスみたいなところがあって、そこで撮ってるんですけども、もう夜になるとすごい寒くて、日中も今日は雨が降ったりでほとんど日差しが出ずすごく寒かったんですけど、夜はもうより一段と寒くなってます。なんか日本はもう今日20度を超え昨日20度を超えたとかっていうのを聞いたんで、日本よりあったかいと思ってきたのになんだかなという感じです。今日のファンゾーンはですね、また盛り上がりが増していたといいますか、昨日おとといに比べて体感で 1.5 倍ぐらいのお客さんがいるなというふうに感じました。メルボルンウォークもそうですし、ファンゾーンにあるステージのイベントを見に来るお客さんとかもすごく、昨日おとといよりも多くなっていました。その中でも特にですね、リカルドの、イベントがファンゾーンのステージで行われたんですけれども、もうすごい多くの人がいて、このステージがあるファンゾーンの芝生はもうぎっちり埋まってるんじゃないかっていうぐらいの人がいました。イベント中は、女性のファンたちからすごい黄色い歓声が上がってたりして、オーストラリアのファンの皆さんにとってはやっぱりリカルドは大好きな、F1 ドライバーの一人なんだなっていうのが伝わってきました。その人気度合いっていうのもすごい感じました。イベントの最後には今こう写真に出てるように、ラグビーボールにサインを入れて観客の皆さんに投げたり、あとリカルドの顔のパネルが見えると思うんですけれども、ここにサインを入れて上げてたりしました。やっぱりファンサービスもさすがなリカルドでした。といった感じで、今日は F1 が FP3 と予選で、 F2 がスプリントレースが行われました。まず F1 の方からで、角田君は予選12位という結果になりました。予選では今季最高の順位で、バーレーンが14位、サウジアラビアが16位ということで、今季の最高順位になりました。今日の予選を振り返って、角田君は、願わくば最後もうアタックやりたかったんですけれども、車重計測に K2 の途中で呼ばれて、そこでも少しスムーズにいかず時間を食ってしまって、あとはアウトラップしてビルドアップを挟んでアタックをしていたので、それもあって時間が少なく、最後にもうワンアタックすることができませんでした。今回のオーストラリアグランプリにはアルファタウリは新型のフロアを持ってきているんですけれども、角田君は昨日のフロアを破損してしまったこともあってか、旧型のフロアを今日は FP3 予選と使っていて、で新型ならコンマ2秒ぐらい、あとはもう少し稼げたかもしれないというふうに言っていました。やはりまだ課題としてはグリップだったりストレートスピードの遅さっていうのが挙げられていて、それが改善できれば Q3 も狙える車になっていくんじゃないかなと思います。角田君自身は今日の Q2 に進出できたっていうことはすごくポジティブに捉えていて、今回の車が持っているポテンシャルを考えると12位という結果にもすごく満足していました。明日は決勝ですが、ここ2連戦11位11位と来ているので、明日は念願の入賞してポイントを取ってほしいなと思います。次はペレスなんですけれども、 FP3 から、全然うまくいってなかったといいますか、ロックアップをしてコースオフするというのが何回か見られたりしていたんですけれども、予選ではQ1 でいきなりコースオフしてリタイアという形になってしまいました。これについてペレスは、ブレーキバランスがかなり前に行ってしまっている状態だったと振り返っていました。何かテクニカル面で問題が発生してしまっていて、 P3 でそれが修正できたと思っていたんですけれども、修正できていなくて予選の結果になってしまったと言っていました。ですがチームをすごく信じているので、明日には、今日の問題は修正できていると確信していました。明日最後尾からになりますが、ここはオーバーテイクが難しいサーキットだと思うんですけれども、どこまでレッドブルの車とパワーで追い上げてくるのかなというのが楽しみなところです。次に、今年もやっぱり不調かと思われたメルセデスですが、予選では2位3位につけてきました。これに関してトトウルフは2位と3位という結果にはもうすごい期待以上の結果だったと。ですが、まだまだ改善の余地は見込めるらしくて、より良くしていけると言っていました。今回の結果を経て、今後はこのコンセプトのままなのか、それともやはりコンセプトを変えなければならないのかという質問が出たんですけれども、それについては今回はこのコンセプトの可能性が解き放たれてすごく良かったけれども、他のレースだったり今日の予選と明日のレースでは違うかもしれませんし、今日の予選がまた違ったコンディションで行われていたらその結果も変わっていたかもしれないので、まだそれをどうするかという決定を下すことはできないというふうにも言っていました。そして最後に、レッドブルを追い詰めるのは我々の義務だし、いいショーというものをみんなに提供するために全力を尽くすと、力強く語っていました。というのが今日の F1 についての主なリポートで、普通に関しては岩佐君が昨日ポールポジションを獲得したんで、今日のスプリントレースは8番手からスタートだったんですけれども、1周目のターン11に向かっていくところで接触をしてしまってレースを失う形になってしまいました。接触に関しては相手に寄せられて避けることができなかったので、もうどうしようもなかったというふうに振り返っていて、ですが明日に向けてはポジティブに捉えていて、というのも今日接触をしてその後ピットに入ってタイヤを変えてからセーフティーカーが出るまではずっと1人でフリーエアな状態で走っていたんですけれども、そこでいろいろなデータを取ることができたり、あとはフィーリングも深めることができたそうで、明日に向けての準備がよりできたと思って、ポジティブに捉えていましたね。明日は、ポールポジションからのスタートになるので、いいスタートを決めてまた日本国歌を聴きたいなと思います。といったところで、今日のレポート動画を終わりにしたいなと思います。この動画あんまり再生されてないみたいなので、皆さん高評価とチャンネル登録もまたコメントぜひよろしくお願いいたします。最近ちょっと写真撮ることにハマっているので、なんかこんな写真見たいなとかぜひ皆さんあればそれもコメント欄にどしどしお書きください。それでは明日の決勝を皆さん楽しんで、決勝が終わったらまたこうしてレポートをお届けしたいなと思います。それでは皆さんまた明日。さようなら。